ているナミネ・ザカバです。よろしくお願いします。さあ始まってきました、はい、風間ポレポレ火曜の火曜日。何がお安いんでしょうかね。残波のいろんな楽曲が一枚並んで売ってると違います。違うんだ。手掛けていきましょう。火曜祭ですよ。コウスケさん、コウスケさん何回です今日。どう上がるんですか。上がる。あ、書いたんですけどね。お63回目でございます。63回目でございます。63回目でございますね。ザンパが今できてからはね、9年目とか8年目、そう、9年目でね、もう最初の頃からお世話になってきて、はい、最初から本当に1人ですか。1人そういうレベルですか。本当に片手で数えられるくらい、あのザンパをしっかり見に来て来てくれたって人を片手で数えるくらい、あとは片手で抱えられるくらい、数えられるくらい、多いね。抱えられ、ワンちゃん1人2人ならいけるけどよ。いけますよ、今日一応はい、まあちょっとそういうところからね、始めましたよ。ありがたいですね、もう平日にもかかわらずね。そうですよ、たくさんの方ご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとね、今季節的にね、はい、いろいろこう花粉だったりとか、ですよね、あとは最近で言うと黄砂ですか。あ、黄砂ね、黄砂とかね、ちょっとね、悩ませてる方も悩ませてる方も多いかと思いますけれども、はい、今日は残波のショーで皆さんも笑顔に元気にしていけたらいいかなというふうに思っております。それでは自己紹介していきたいと思います。皆様から向かって一番右側におります男前からどうぞ。おはようございます。こんにちは、男前です。よろしくお願いします。よいしょ。ごめん、だってね、飴が残ってたんですよね、ずっとね、口の中に。飴を舐めてたの。だから本番の前、5分前に飴を舐める癖があるんですよ。はい、そう、舐めれるわけない、これくらい大きい飴があるんですけど、それを全然舐めちゃうんですよね。はい、だいたいドバンスケールで結局結局ここに飴入ってます。はい、という報告でした。ということで、ね、本当に昨日、一昨日なんかね、突然スコールがあったりしてね、全然天気も不安定ですけど、ね、はい、今日一日楽しんでいただければと思います。ザッパのコウスケです。よろしくお願いします。コウスケ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 。あれ、ここ、声出しはできまだできないの。声出しはマスクしてればできる。マスク越しであれば声出しができるということでございます。はい、じゃあちょっともう一回ね、呼んでみましょう。はい、それでは本日1日、よろしくお願いします。よしおです。お願いします。よしお、よしお、よしお、ザンパの、ゴエモンです。よろしくお願いします。ゴエモン、ゴエモン、ゴエモン、ゴエモン。そして一番左側が、ザンパの、マナミです。よろしくお願いします。はい、それでは僕がこんにちはと言ったら皆さん大きな声でこんにちはと返していただけたらと思います。いきます、皆さん、こんにちは。こんにちは。おー、ポレポレの皆さん元気でございますね。いいですね。はい、ザンパの太陽マサヤです。よろしくお願いします。マサヤ、マサヤ、弟です。弟ね、弟ね。マサヤでしたけど、コースね、ヨシオです。よし、右からヨシオ、ゴエモ、そしてマサヤ、マサヤ、そして、マナミちゃんでお届けしたいのはザンパです。よろしくお願いします。おいおい、初めての人分かってるのもう一回ちゃんとおさらいしといて、はい、一応ちゃんとおさらいしといて。分かりました。ヨシオじゃないやつで、ね、右から、コウスケ、コウスケって言うんだ。そしてこのコウスケ、そしてコウ、コウだね。そしてヨマ、ヨヨマです。そして左がマサミ、ヤシフミ、ヤシフミ、ヤシフミ、名前覚えてもらえないじゃん。名前、ヤシフミです。ヤシフミです。よろしくお願いします。ヤシフミ、ヤシフミをどうぞよろしくお願いいたします。放送席、放送席。ヤシフミです。さあやっていこうぜ。はい。
になったところで。やりましたね。笑顔になりましたね。アカペラでしたっけ？アカペラやりましょうよ。アカペラ。ちょっとね、今日2曲続けて聞いていただきます。で、そのまま行くっていう話ですか？皆さんの。そのままそうですね。アカペラ終わりましたら、皆様のもとにご挨拶回りをさせていただきたいと思います。まあ、ちょっとね、このポールに緑の塩をね、これ囲われているところのエリアしかしていけませんけれども、よろしくお願いいたします。アカペラ、まずはこちらの楽曲です。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れた家のね、思い出の歌、片手で弾いてはため息。約束。
くお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。故障車、故障車渋滞ですよね。ああ、そうですね。大体ね、都内から1時間半ぐらいでこう着くんですけど、はいはい、今日3時間ぐらいかかりましたね。かかりましたね。途中で帰ろうかと思ったもんな。すごいですよ。ったすね。そのぐらい渋滞してたね。すごく本当にね、もう皆さんもね、この春先ね、特に初心者が増えてきて、事故増えてきます。確かに確かに。運転なさるから気をつけてくださいね。ということで、僕はこれで失礼しますね。ちょっと待ってください。あと1曲やって。あと2曲だからスッと戻ってきて。今日第2部もありますからね、いつも通りね、3時半からありますから。ということで、改めてラウンドを行かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。2回目の皆さんもね、どうもね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではね、お知らせをいくつかさせていただきたいと思います。はい、僕たちですね、前回のシングルが去年の4月に出たんですよね。4月6日だったかな。4月6日に文明開化、そしてモンビーのですね、4名目シングルがリリースされたんですけれども、来たる4月の21日に、新曲ザンバがリリースされます。ありがとうございます。変わった形といいますか、はい、CD がない形になります。そうなんですよね。 CD がない。おう、ということは配信リリースとなります。配信、はい、なので、サブスクリプションというんですか、配信サイト、いろんな配信サイトがあるんですけれども、そこから、音源のみのリリースという形となります。まあ、でもね、4月21日リリースを皮切りに、またリリースイベント、はい、ね、はい、いろんなところでありますので、こちらでもあるのかしらね。はい、こちらでもあるのかしらね。どうなんですかね。ね、やりたいです。あれ、せっかくですからね。はい、リリースイベントやっていきます。そして、この曲を作るきっかけとなりました、沖縄のね、泡盛のザンパってあるじゃないですか。はい、はい、その、東蔵さんね。おー、いいね、はい、いいね。東蔵さん前より近づいたぜ。はい、東蔵さんとまたちょっとね、コラボをしながら、おお、なんかそのリリースイベントもね、進めていけたらということで、内容をね、練っておりますので、はいはい、そういったところも含めてお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。まずは4月21日ザンパリリース、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続いてはですね、いろいろあるんですけれども、これこれのね、日程ですね、はい、お知らせされてると思いますけど、5月の9日、5月の9日に、これこれ火曜の歌謡祭第64回開催となりますので、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな待ってるよ。はい、5月の9日ですよ。5月9日、ぜひ来ていただければと思っております。お願いします。はい、そしてもう一つですね、お8月の19日、はいはい、土曜日でございます。8月の19日土曜日に、僕たち池袋シアターミクサという会場でザンパサマーバケーションという単独コンサートを開催いたします。ありがとうございます。はい、でチケットの方がですね、現在お申し込みがもう始まっております。はい、はい、抽選、抽選にはなるんですけれども、4月の22日までかな、一応申し込み、一時申し込みの期間となっておりまして、すでにチケットが申し込みができるという状況になっております。もうあんまないんだべ。はい、もうあんまないんだべ。あんまりないですね。どうか、はい、速乾すると思われたが、はい、ほぼ速乾で、ほぼ速乾ですかね。残すところあとわずかになってるみたいです、皆さん。はい、茨城からもいっぱい行きましょう。そうですね。池袋って遠いの？どういうイメージ？このぐらい？何でいいかにもやるけど。じゃあ車、ここから池袋、うん、2時間ぐらいですかね。2時間、はい、皆さんの安全運転であれば2時間ぐらい。なるほど、はい、じゃあ電車電車であれば、
ちょっとわかんないですね。難しい。電車で来たことないんで。確かに。じゃあ最後、はい、スキップ。スキップ。スキップはもうね、一番気になるところ。そうですね。スキップに行こうかなって思ってる人ももしかしたら違う。どうでしょう。スキップ3分で池袋到着するから。約1時間くらいかかっちゃうんだね、どうやってもね。そうですね、資格がないかもしれないけど、はい、結構力入れたいですからね、このコース、はい、去年の12月にはですね、国際フォーラムホール C で、1500席ある会場でやりました。今回は実は、ね、300席しかないですよ。そうなの、300席埋まっちゃいますよ、今日。そうだから今日の皆さんが来ればすぐにも埋まっちゃうぐらいの会場でやらせていただきます。誰が申し込んでないの。誰だどんどん斜めになっちゃうぞ。お願いします。でなのでぜひね、8月19日シアターミクサで開催されるザンボサマーバケーション、来ていただきたいと思います。お申し込みよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早いもので一部最後の曲となります。最後の曲はこちらの曲で終わりたいと思います。一人酒。はい、皆さん一部お付き合いいただきありがとうございました。最後の曲は皆さんと一緒におチョコを持って乾杯するこの楽曲でございます。一人酒。行かないでと言われたい。行かないでと。